少年忍者、ジャニーズジュニアの内村颯太が、生活情報バラエティ番組、土曜は何する、スカンテレフジテレビ系、毎週土曜8時30分、の11月放送、11月5日、12日、19日、26日、のコーナー企画、イケドラに出演することが発表された。イケドラは、今話題のイケメン芸能人が出演する1ヶ月完結のミニドラマ。月替わりで内容が変わり、土曜は何する、の番組後半に放送される。幼馴染との再会や、人気歌手からの突然の告白など、様々なシチュエーションで描かれる約4分間の胸キュンラブストーリー。主人公の女性視点で書かれ、視聴者はテレビ画面越しにデート気分を味わえる。内村にとって今回のイケドラは、ラブストーリー初挑戦となる。今回のテーマは、お弁当屋さんとの恋。美味しそうなお弁当屋さんを見つけた、私。早速唐揚げ弁当を買って公園で食べていると、困った様子のお弁当屋さんの彼、内村、に再会する。そんな彼に声をかけると、なぜか、私、が道案内をすることに。公園での再会から始まる胸キュンラブストーリー。物語が進むごとに、彼の知られざる正体も明らかになる。バル、撮影を終えて、内村は、今回、ラブストーリー初挑戦ということもあり、とても気合を入れて挑みました。カメラを恋人に見立てて耳打ちしたり、頬をつねったりする機会はなかなかなく、新鮮な気持ちで撮影することができました。そして、見ていただける皆さんをいかにキュンキュンさせられるかを考えながら演じるのも楽しかったです、と振り返る。さらに、お弁当屋さんらしく明るいイメージで、喜んでお弁当を手に取ってもらえるような演技を心がけました。接客も初めてだったので、とても難しかったです。慣れないハグシーンでは、ぎこちないハグになっていないか心配です。笑。低いトーンで囁くようなセリフがいくつかあったのですが、普段の僕とは少し違った大人っぽい雰囲気を感じていただけるのではないかと思います。と、恋愛ドラマならではのシーンにも積極的に挑んだ様子。最後に、これまでもたくさんの先輩方が、イケドラに出演しているのを見ていたので、今回出演の機会をいただき、とても嬉しいです。短編ドラマではありますが、今回が僕にとってのラブストーリー初挑戦となります。お弁当屋さんらしく元気で明るいイメージとは一転、普段は見せない大人っぽい一面や胸キュンの告白シーンなど、見どころ盛りだくさんになっています。初挑戦に戸惑いはありましたが、テレビ画面越しの皆さんをどんな風にキュンキュンさせられるか、自分なりに想像しながら一生懸命演じさせていただきました。ぜひ一緒に楽しんでいただけると嬉しいです、とアピールした。